はい、どうもコンシェルジュです。はい、早速こちら見てください。ドン。はい、復縁六課ということでですね、でこれまあ6つの要素がありますよという話で、まあなんてかっこいい感じの名前にしようかなと思いまして、6つの花ということでですね、復縁六課っていう名前にしました。はい、でこれ復縁4作っていうのを今からもう7年ぐらい前かな、今僕は30、まあ7、8年前か、7、8年前ぐらいに4つの基本的な要素がありますよっていうのを、まあ原則としてですね、で復縁の基本的な、もう本当にもうそれ以外ないってい う理論として、まあ僕はその動画で言ってたんですけど、ちょっとアップデートが必要だなと思いまして、新しくですね、復縁4作の発展系として、復縁6課っていうのを、まあ新たに提唱いたしますっていう感じですね。で、結構こういう感じで、今回ですね、最近僕、今まで、ね、パワーポイントはあんまり使えなかったんですけど、なんだパワーポって簡単なんじゃんっていうことに最近気づきましてですね。で、いろいろちょっと図を入れながらご説明していきますけど、はい。復縁成功6要素の割合のイメージです。はい。まあ、6課ですよね。6つの要素あると思うんですけど、これあくまでも、その、今まで僕がいろんな人の、その、まあ、相談とか、その、まあ、悩みを聞いてきて、恋愛関係のですよ。で、復縁工作のご依頼とか受けてきてですね、分かったこと、分かったことというか、もう確実に確信してることですね。で、復縁工作が、復縁工作と内面磨き。これが一番重要ですね。で、パーセンテージ的には 25% ぐらい、両方とも重要です。で、今までですね、復縁調査と復縁、外見磨きっていうのも、基本的に同じぐらい重要ですということで、復縁工作、復縁調査、外見磨き、内面磨きで復縁4作だって言ってたんですよ。でもそれ厳密に言うとちょっと違うなっていうのが最近ありましてですね。で、今はこの6つの要素ですね。復縁工作、内面磨き、外見磨きと復縁調査。で、緑色のところですね。これ漢字で書きたかったんで無理やり漢字に変換したんですけど、自己顕示っていうのは自分アピールってことです。復縁セルフブランディングっていうあれですね。自分は、その、わざとらしくない感じでですね、こんなに変わったんですよってことを、まあ、上手に、変な感じじゃなく、普通に、自然に相手に伝える自己アピールのことですね。で、これはまあ、そんなに重要じゃないですけど、とはいえ 8% ぐらい重要かなと。で、それと同じぐらい重要なのが交流技術って書きましたが、これ何のことかわかりますよね。テクニックってことですね。なんか LINE がどうとかですね、直接会った時にはどうするとかですね。その辺が、まあ、8% ぐらいかなっていう感じで、全体的にはこういうイメージになります。で、これって重要度合い多分間違ってないと思うんで、復縁工作も重要だし、内面磨きも本当に重要だと。で、それに比べてテクニックとかそんなに重要じゃないぞっていうことを分かっておいてください。はい。で、次ですね。ドドン。復縁工作と内面磨きが一番重要です。なぜ復縁工作が必要か。これはもう散々言ってきましたけど、あなたが何言ったって伝わらないです。だってもう嫌われてますからね。相手の気持ちが、基本的にあなたの説明とか解説とかですね、こうした方がいいんじゃない、ああすべきだ、こう考えるべきだみたいなことを言ってももう伝わらないですね。信頼されてないから別れてるんで、で、その友達としては一緒にいたいとか言われると思いますけど、友達としての関係でとかですね、言われると思いますけど、そこに信頼関係ないですからね。その友達として一緒にいたいっていうのは、あなたが暴走しないようにするための方便、嘘です。なので、できれば関わりたくない。でも友達としては一緒にいたい。いざるを得ないとかですね。同じ会社とか。あとはその、なんか取引先の関係性でとかですね。いざるを得ないんで、まあ知り合いとしていざるを得ないから知り合いとしているけどっていう。そういうことが多いですね。だからその友達でいましょう、友達に戻りましょうって言われる人のほとんどは、その同じ学校、同じ会社、取引先、なんか仕事関連で絡みある、何かそれ以外の関係で、関係性切ること、完全に切ることができないだけっていう状態だと思いますよ。どうです?友達でいましょうって、言われたことある人、そうだったと思います。完全に何のその関係性もない状態で友達でいましょうなんて基本言われないし、言われたとしてもめっちゃ怖いから言われてるだけ。そんな信頼関係がない状態であなたが直接何言ったって何も伝わらないです。なので間接的にあなたじゃない人が、はい、
相手の気持ちを少しでもこう変えていくことが重要になりますね。その役割を背負うのが、まあ、ネット復権工作であったり、まあ、今その復権コンシェルジュとしてはリアルの実地の復権工作やってないですけど、リアルの復権工作屋さんだったりするわけですね。はい。で、まあその下もそうですね。あなたのことを相手はもう意識もしたくないし考えたくもないです。その話してくれるのは自分が怖がられてる、うざがられてる、完全に切ったらストーカーになると思われてるからだと思ってください。たとえそうじゃなくても、事実そうじゃなくても、そう思わないといけないんです、復縁したいんだったら。そう思うことによって自分はもう完全に嫌われてる。で、怖がられてるからまだ連絡取ってくれるんだぐらいなこと思わないと謙虚になれないんで、思ってください。めっちゃ嫌われてます。はい。で、それがまさにですね、良い関係に見えても心の中ではもう相手はドン引きですよっていうこと。なので、あなたじゃない人が、あなたの元彼元彼女に対して何かしらその影響を与えるようなね、活動をしなければならないので復縁工作が必要と。で、最後その下もう一つですね、隠れ別れさせや工作やの暗躍って書きましたけど、これもね、ちょこっと動画でちょくちょくぐらいは言ったんですけど、あのね、例えばこれ特に女の子多いですけど、別れさせやがいるんですよ。それ誰かっていうと、例えばそのあなたが男性でね、元彼女と復縁したい、元彼女と別れちゃったとすれば、彼女の友達、彼女の親、彼女の兄弟姉妹、彼女の仕事の同僚、その辺が全員別れさせ工作屋ですよ。あんな、そんな男とは、いつになったら別れるのとかですね。なんだろうね。まあ、とにかくその、あなたのことを悪く言って別れに持ってく人たちがめちゃくちゃ多いです。うん。頑張りなよなんて基本言わないですからね。で、彼女も彼女で、彼の相談とかするときにですね、恋愛の相談とかして最近彼がこうであでっていうときに、いいことなんて言わないですからね。いい状況だったら相談しないですから。悪い状況だから相談するんで、その相談においてはですね、友達とか、家族とかに相談するっていう状況においては、彼女自身もあなたのことを悪く言ってるんですよ。悪く言ってるんで、家族としては、そんなの別れちゃいなさいよって、何やってんのあんたはそんなことまでされてって、その男といつまで付き合ってるのって、言われるに決まってますよね。で、僕も、その、まあ、誰かから、例えばその相談とか受けた時にですね、プライベートで。なんでお前はそのダメなやつとずっと付き合ってるのっていう話を散々やっぱり聞きます。まあ言わないですけど、そんなには。僕はその、まあ、身内じゃないね。身内が同じ状況だったらやっぱり言いますね。お前早くそいつと別れろよと。例えば僕に妹言いますけど、妹も結婚しちゃってますけどね。結婚前とかで、もしまだ結婚してなくてですね、なんか変なダメな男と付き合ってたら、お前ほんといい加減にしろっていう。お前今何歳だと思ってんのよって。その男とも、金輪際、もう連絡すんなっていう。うん、場合によっちゃ俺が話しに行くわぐらいなことを言ったりとか多分すると思うんで。うん、やっぱりね、それが別れさせ工作屋さんですよ。隠れ。ね、世の中本当の別れさせ工作屋さんという業者もいますけど、元カノの友達、親戚、家族、同僚とかは隠れ別れさせ工作屋ですよね。みんなであなたのこと悪く言ってる。みんなで別れろ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 言ってる。で、結果別れたんです。これがあるんで、普通にあなただけの努力では無理ですよ。彼女にいいこと吹き込むやつ何人いますか？一人ぐらいいてくれたとしてもですね。まあその敵はその10倍ですよ。その10倍ぐらいの敵がいるんで、うん、それと戦う中でのその相手の気持ちをどっちに傾けるかっていうのももう一人じゃ無理なんですよね。なのでその少しでもまあネット復縁工作とかでですね、相手の気持ちを前向きな復縁に前向きな方に向けていかなければならないので復縁工作が必要ってことですね。はい、その横ですね。なぜ内面磨きが重要かと。はい、喧嘩の原因は考え方の違いです。で、考え方の違いっていうとまあ聞こえがいいですけど、簡単に言うとこう思わなきゃダメなんですけどね、自分の性格がダメだったからです。自分の性格がダメで相手の性格がいいっていう。なので相手がそのあなたに見下り犯突きつけて、もう連絡してこないで、お前みたいなダメなやつとは関わりたくないからっていう、これが別れの原因じゃないですか、うん、なので自分のその性格変えないといけないんです。で、その性格考え方っていうのはですね、あなたの人生20年30年の中で染みついたもう洗脳みたいなもんなんで、そう簡単には抜けない。
うん、で、あれですよ、例えば目標とか立てても、もちろんその紙に目標を書くとかすごく重要ですよ、すごく重要なんですけど、じゃあそれだけで心に何かこうって決めてですね、ではいそのまま人生、日々生活していって、3ヶ月で変わるか半年で変わるか1年で変わるかったら性格変わんないですよ、変わんないです。うん、すぐ戻っちゃうというか、まあ、反動が来てですね、なんかなーなーになってきちゃって、で、戻ってしまいますね。うん、なのでその内面磨き、本当にその一生懸命やらなきゃならないし、自分一人だとやっぱりできないんで、でここで僕がその復縁カウンセラーの一面ですけど、あの僕に費用をお支払いしていただいて、皆さんですね、でお願いされるじゃないですか。でお金払っ、中にはですね全然そのそうじゃない人もいるんですけど、もう9割方はですね、僕にお金払っちゃったんで、もうやるしかないっていう感じで、みんな一生懸命内面磨き頑張るんですよ。僕のアドバイス聞かなかったら損じゃないですか。だってお金払ってますからね。お金払ってるんで、人間損したくないっていう感情が働いてですね、意志の力がものすごい強まるんですよ。で、これはよく言うのが、スポーツジムと一緒です。家で筋トレしてても続きません、僕だって。僕だってなかなか続かないです。でも、スポーツジム行ってですね、毎月何千円っていうお金取られてればですね、で、その、行けるときには行こうっていう、もったいないからっていう感情になるじゃないですか。それと一緒なんですよ、心の問題も。内面磨きもトレーニングなんで。なので、まあ、その、僕とかにご依頼していただいて、頑張ってる方は、心折れずに頑張り続けることができるので、結果出す。ことができるっていう感じですね。それぐらいやらないと人生20年30年の中で染みついた洗脳っていうのは解けないですよね。はい。で、人間ですね、自分、誰しも自分を正しいと信じたいですし、まあなるべくなら変わりたくない、その方が楽だからです。うん、変わるのは大変。変わるってことはまず自分自身ダメだったってことを認めることなんで、自分の弱さを自己認識するというか、まあ自分弱虫だったな、ゴミだったな、クズだったなっていう風に、その表面上じゃなくて本当に認めなきゃダメですよ。それができないっていうか、普通できないですよね、やっぱり。うん、なるべくだったらその自分正しいと思いたいし、正しいと思っちゃったらもう変わらなくていいってなるしね。うん、変わりたくないし、でも変わらないといけないんですよ。変わらなかったから振られたんですからね。はい、これがすごく難しいと思いますけど、その困難な作業こそが最重要。だからね、でもそうですね、復縁工作と内面磨きって 25%25% ぐらいっていうふうに図で書きましたけど、もちろん復縁工作も重要なんですが、うん、パーセンテージで言うと内面磨き 26% じゃないですかね。内面磨き、性格変えるってことが 26% で、復縁工作 24%。 どっちかって言えば内面磨きが重要ですね。復縁工作成功してても内面磨きっていうか、性格が全然変わらないことによって復縁できないってケースがあるんで、それを考えると内面磨きが最重要になるのかなと。で、僅差で、次に重要なのが復縁工作っていう感じになりますね。うん、それは本当にこの、まあ難しい作業こそ重要だったじゃないですか、今までの人生の中でね。思い出してください。簡単にできること大して重要じゃない。これやりたくねえな、めんどくせえなって、でもやらなきゃなって言って頑張ってきたことが何かあなたの人生の肥やしになってるはずです。それと一緒ですね。うん、はい、ということで次、外見磨きと復縁調査は2番目に重要。2番目ですね。復縁調査、そうですね、上から説明していきましょうか。外見磨きは内面磨きの一環です。外見を磨こうとするじゃないですか。でも心がダメだったらやっぱり途中でダメになっちゃうというか、諦めちゃう。特にダイエットとかそうですよね。ダイエットしよう、外見磨こう、途中で諦めちゃう、途中でなんかそのまあお菓子とか食べちゃう、心が怠けちゃってるからじゃないですか。心がダメなら体もダメになるんですね。だから最初まずは心が良くないといけない。心がその前向きとか、前向き、忍耐力ある、我慢する、やり抜くとか、そのためにそのモチベーションを上げるためにですね、楽しいこと考えるとか、あとその勇気を出して例えば僕にお申し込みするのもそう、そういう前向きなものがないと、その外見磨きしようと思っても途中で挫折しちゃうんですよね。なので心が1番、体が2番ですね。はい、体というか、まあ洋服とかも含めてですね、ファッションとかも含めて。
で、心が健康なら素直に外見磨きをして、さらに外見磨きを成し遂げることができます。心が不健康なら外見磨きは挫折しますね。これはまあ当たり前です。なので内面磨きが一番重要、外見磨きは内面磨きより重要度はちょっと低いっていう。で、心がね、健康だったら自然にウキウキしてきて、なんかこの新しいこう髪型にしようかしらとか、例えば女の子だったらですね、新しい髪型にしてみましょうかしらとか、今まで普通に特に何でもない髪型、何でもない髪型って言い方ひどいですけど、特に意識してなかったけど、なんかそのくるくるっと巻いてみましょうかしらとかですね、で、そのメイクもこうしてああしてとか、やっぱりこう人生楽しいと、前向きでポジティブな心を持ってると、外見も自然に変えようと思うんですよね。なのでその心を元気にした上でですね、その上で外見磨きも意識してください。はい。で、もう一つのポイントというか、あの要素、復縁調査、これもまあ外見磨きと同じぐらいで 17% ぐらいですよって書いてますけど、復縁調査はですね、復縁工作作業中に付随的に行われます。で、これ復縁4作の時代にはどういう説明してたかっていうと、復縁工作 25%、 復縁調査も 25% で重要ですよと、まあ、相手の好みとか、相手の性格とか恋愛観とか、そういうの分かんないでしょって、今どういう状況か分かんないでしょ、もしくは本当はどうだったのか分かんないでしょ、それを例えばそのネット復縁工作とかやっていく中で、分かってくるものってあるんですよってご説明をしてたんですよ。それは7年8年前の話。はい。で、今どういう状況かっていうとですね、復縁コンシェルジュの経験と直感の進化、まあ、深まったことによって、相手の恋愛観とか好みとかですね、どういう考えしてるかとか、今どういう考えになってるかとかですね、そういうのは相手のその SNS 見させてもらって、で、そのあなたから話聞けばですね、もう分かるレベルになっちゃってるんですよね。これは本当にその自慢じゃなくて本当、その子は今こう考えてますよっていうのは言えるんですよ。なので別に調べなくてもいいレベルになっちゃってて、なのでこれ重要性下がりました。今は、当時は重要だったですけど、今はこれ復縁調査そんなに重要じゃないです。で、そのあなたとの相談の中で、例えばあなたがいろいろ相談してくるじゃないですか、自分磨きこうしてました、で、自分磨きこうしていく中でこういうことを思いました、そういえば元カノ元カレに対して、私はこういうことをやってしまったことがあって、元カノ元カレこう言ってたんですけど、それってどういうことですかねとかって聞いてくるはずなんですね、ご依頼者さんは。で、その、まあ、9割の方はそうなんですけど、で、それに対して僕が、ああ、それはですね、ってこうしてこうでこうでこうで、ああだったんですよ。なので、今の考え方って多分こうしてこうしてこうして、こういう考え方になってて、相手の好きなタイプの、その、恋愛的に好きなタイプっていうのは、こう、こう、こういうタイプになってると思いますよっていうのが、相談の中で全部お伝えします。なので、相談してください。ご依頼者さんは。ネット復縁工作にお願いしてですね、で、最初の頃ちょこちょこちょこっとそのご相談とかいただけるんですけど、その後相談されない方がいます。時々1割ぐらいですね。それもったいないですよ。僕に相談する中でこの復縁調査の部分は同時に、まあ、行われるというか、まあ、調査の結果、まあそうですね、言ってみればまあ調査の結果みたいなものを随時お伝えしていくっていう感じですよ。まあ調査の結果ですよってお伝えしてるわけじゃないですけど、元カノが元カレがこうだった、それはこうですねって、自分はこうだ、こうでこうでこうでしたけど、あ、それはあなたがこうでこうでこうだったから、その内面には実はこういう感情があって、元カノはそれをこう敏感に察知してですね、で、こういうタイプの男性はダメで、こういう新しいタイプの男性がいいと思ってそういう男の方に行ったんじゃないですかとか、そんな感じでですね、復縁調査の報告ですっていう感じではなく、自然に相談の中でいろいろその元カノ元カレの、まあ、その性格、恋愛観、人生観、恋人の好み、ね、異性の好みですよ、その辺とかをアドバイスできるようになってるんで、なので復縁調査はそんなに重要じゃなくなってます今は。これは僕がまあさらにこう進化発展したからかなと自負しておりますね。恥ずかしながら、僭越ながらですけど、そうです。なので、相談はしてください。ご依頼されたらですね、ちょくちょく自分磨きしていけば相談ないなんてことあるわけないです。で、中にはですね、その復縁工作の進展状況どうでしょうかっていうことだけずっと聞いてくる人がいますけど、復縁工作のその状況とか、もちろんそのお伝えされれば
お尋ねされればお答えしますよ、それは。あの、費用いただいてますからね。ただ、それ重要じゃないんで、それはその、どういう結果であれ進んでる状況なんで、それ作業なんで、相手の心の気持ちを変えていく作業なんで、その経過の報告って、聞かれれば答えますけど、僕が聞いてほしいのは、あなたが何をやったか今。自分磨きとして何をやってるかなんですよ。で、その結果、いろいろ質問出てくるんです。復縁成功してる人はみんなそう。この間こういうことしました。で、結果こういう失敗になっちゃいました。なんでですかね。あ、それはですねって僕も言える。うん。よく例えばその、まあ、復縁成功するためには、まあ、異性とね、交際したりとかしないとダメですよと。特に、まあ、女性ももちろんそうですけど、女性だって男からチヤホヤされて素敵になる生き物ですよ。そういうことになってるんです。ね。で、男だったらやっぱりその女性とその肉体関係とかまで行ってね、そこで初めて、レベルが1、てってれってアップするわけですよ。うん。なので、その、ただ女の子と仲良くするだけじゃダメで、男にとっては。エッチまで行かないとダメなの。じゃないと男の自信ってつかないの。うん、そうなってるじゃないですか。ね。なので、例えばその男性とかだったらですね、婚活サイトとか出会い系、の何かアプリとか使ってですね、女の子とこうやって会って、こんな感じでこんな感じでね、いけるかなと思ったんですけど、ダメだったんです。なぜでしょうかとかって聞かれればね、それはこうで、ああでこうですと、それはあなたが、確か前言ってたこんなことを言ってましたよね、と。で、その性格がこういう感じで出ちゃって、で、女の子って結構その辺エスパーなんで、その男側のね、何か自信がないところとかを敏感に察知して引いてっちゃったんですよってアドバイスしたりとか、そういうアドバイスが復縁につながってくるんです。で、それをしてくださいってことは動画でね、ずっとこれは定期的にさすがに伝えてるんですけど、なかなか分かっていただけない方もいるんで、ね、これからそのご依頼するあなた、ね、復縁工作にネット復縁工作にご依頼してくれるいただけるあなたはあれです、ちゃんとその僕に質問してくださいね。復縁工作の進展状況も聞いてくれればお伝えしますが、それじゃない。重要なのはそこじゃないんです。あなたの内面磨きです。で、復縁成功できてる人は、ね、みんな頑張ってる。みんな活動してる。一見復縁とは何の関係もないような行動でも頑張ってみる。今までの自分の生き方とは違う生き方をしてみる。で、やったことないことやるから絶対に失敗する。絶対にミスる。ああ、ミスっちゃったなーっていう。その大損害とかじゃなくて、あれはちょっと変なこと言っちゃったなとかですね。そういうことがある。うん。だから僕に聞いていただく。で、僕がそれはこうでこうでこうですよってアドバイスして、あなた、ああ、なるほどねってなる。で、そこであなたの心のレベルがまたちょこっとレベルアップして。うん。それが復縁できる人です。復縁できない人はそれがないんですよ。うん、ずーっと復縁工作の進展状況どうすかね、うん、で、僕はその、あれです。案にお伝えしてるんです。復縁工作の進展状況はこうこうこうなんですよ。うん、でもその復縁工作のその状況ってね、何か日々劇的なことが起きるっていうのは全くないんで、結構地道な作業になるじゃないですかと。理論的に地道な作業にしかならないじゃないですか、復縁工作、ネット復縁工作はですね。なので相手の心をちょっとずつ変えていく作業なんでと。そんなまあ劇的なことは起きないんで、ぜひあなたがそのいろいろ日々ね、今までの自分だったらやらなかったことにチャレンジしてみて、で、こんなことあった、こんなことあった、こんなことあったんだよってことを僕に聞いてくださいねっていう言い方をします。うん、最初から、復縁工作の進展状況なんてそんなに劇的なこと毎日起きないんで、あなた自分磨きちゃんとやって、自分磨きの結果僕に教えてくださいっていう、そういう厳しい言い方は僕しないです。最初はオブラートにね、もう幾重にもですよ。もう十二人ぐらいですよ。包んで。うん。で、言うんですよね。で、またその同じこと聞いてこられる方いるんで、復縁工作の進展状況はどうでしょうか、あれと思って、前言ったんだけどこれじゃ伝わらないのかなと思って、またその一つこうオブラート剥いでですね、復縁工作の進展状況はこんな感じでございますと。で、まあこうこうこうですけど、まあ前回と比べて、例えばその1週間後とかに聞いてこられてもあんまり状況の進展ないわけですよね。うん、ないので、あんまり、こう、日々ね、日々っていう言い方が悪いのかなとかって思ってね、一週間とかで何か状況変わるとかっていうのはあんまりないんで、って、劇的なこと起こるとか、何かそういうのないんで、
こうあなたがね、いろいろ今までチャレンジ、自分磨きとしてチャレンジして不思議に思ったこととか悩んだこととかないですかって、そういうのあればいつでもお答えしますんで聞いてくださいねって言うんですよ、うん、心の中では自分磨きのこと聞いてくれよって思ってます、うん、で、まあ、3回目4回目やっぱり同じこと聞いてくるんで、あとはそのよくあるのがあれですね、あの彼女の状況、例えばそのツイッターとかで仲良しとか、あのインスタグラムとかである程度その連絡取れるというか投稿見れるとかですね、で、なんだろう、相手のことにフォーカスしてそのことだけお知らせしていただける方もいます。それもダメなんですよね。見るのは自分のことっす。相手のこと見てたってその何も変わんないじゃないですか。見ないといけないのは自分の心の中です。内面磨きなんですから。でもまあその相手はこうでした、こうでした、相手はこうでした、思ったら相手はこうでした、で僕もその相談しますよ。あ、なるほどですねって、それはこうでこうでこうだったんじゃないですかね、でも今重要なのはあなたのことなんでって、あの自分磨きのご相談してくださいね、お待ちしてますねって。で9割ですよ。9割じゃないな、 95% ですね。9割5分の方はだいたいそれ 1,2 回で気づくんです。あ、自分磨きしろってことかっていうことに気づいていただいて、いろいろチャレンジしたらこんな結果になりました、その後そのコンシェルジュさんのアドバイスでこんな風に人生生きてきたら結構その仕事とかでうまくいくようになってとか、男性でも女性でもですよ。でその、まあ、仕事絡みでこう合コンとかに誘われるようになって、そこでまた異性とこう知り合って、自分のダメだったところ、あ、そういえばこういううざいこととか彼氏彼女にしたったことあったなとかってことに気づくことができましたとかですね、そうなってくんですけど 95% の人は、うん、5% ぐらいの人は全然ならないですよ。だからまあどうしても変わらない人っているんですね、うん、なのであなただけはそうならないようにしていただきたいと思ってですね、今ちょっとその辺説明してるんですけど、なので、僕に相談をまあちょくちょくしてください。で復縁調査っていうのはその相談の中でですね、で、まあ、あなたに対して、あ、そういえばその元カノさんって確かこうでしたねって、あなた自分磨きしてこう思ったんですね、こう思ったということは多分あなたはかつて彼女さんとか彼氏さんに対してこういうことしてたはずですと、うん、でそれはなぜなら あなたがこうだから、それを感じ取った彼女は元彼はこういうふうに思ったんです。それが別れの原因ですよとか。で、ゆえにそれの反動としてですね、今、その、真逆のタイプの男とか女とかと付き合ってると思うんで、彼女さんの恋愛観って今こうですよ。うん、言える。なので、復縁調査っていうのは 17% っていうことになってます。はい、次ですね。自己顕示、まあ、復縁セルフブランディング、自己アピールですよ。と、テクニックの話ですね。これはまあそんなに重要じゃない、8%のところなんで、まあ簡単に説明していきますけど、復縁セルフブランディングに関しては、質が高くて、わざとらしくないスマートな自己アピールをしましょうねっていうことですね。わざとらしいっていうのは、今、この俺、私、こんな風に頑張ってますみたいなやつです。うん、それはわざとらしい。傷ついてるのを抜け出そうとして頑張ってるとかですね、俺と相手にとってみればですね、俺と私と復縁したくてそういうことやってんのかなって思われたりするんですよ。だからダメです。あの重要なのは質の高いっていうのはどういうものかっていうと、例えばですけど結果ですよ、うん、これはその女性でも男性でもそうです。今メイクの勉強を始めましたじゃないんですよ。うん、メイク上手にできるようになりました、見てくださいなんですよ。じゃなきゃダメなんですね、うん、例えば男性だったら今資格の勉強してます、そんな投稿いらないんです。それはその復縁セルフブランディングとしてのアピールにならないんです、うん、口だけってことになっちゃうんで、じゃなくて例えば資格の勉強してるんだったら、資格取りました、認定証をもらいましたとか、これが会員証ですとかですね、これが資格証明書ですっつって、で写真撮るんです。それでアップですよ。その結果出すっていう、結果を見せるってことですね。
で、結果を出す、結果を出すっていうと、成功してなきゃダメみたいなイメージありますけど、それ、そういう意味じゃないですからね。例えば、じゃあ、資格の問題で言うと、資格の勉強をあなたがしてるとします。よし、何かやるぞと。なんだかわかんねえけど、とりあえず復縁に役立ちそうなことじゃなくても、とりあえずやってみよう。じゃあ、今まで自分が逃げてた、例えば何でもいいですけど、行政書士のね、行政書士の資格取得試験頑張ろう。勉強しました。テストやりました。うん。で、例えばテストです。テスト会場に来ました。うん、そういう写真いいよね。それはいい。まだ完全に結果出てないけど、結果寸前ぐらいな。もうほぼ結果じゃないですか。努力した結果、今、その試験会場に来てる。これは素晴らしいの、かっこいいよね。うん。で、その結果、何か合否の通知がありました。今回失格っていうか、合格、不合格です。うん。残念。それも結果ですよ。それも投稿していいですよ。恥ずかしいことじゃないですよ。努力の結果じゃないですか。うん。それを恥ずかしげもなく、その頑張ったけど俺ダメだったって言えるかどうか。でも投稿できる。なぜなら俺は頑張ったから。そこだけはそのしっかり自信持てるところだからって言えるかっていう、その男らしさだったりとか。で、女の子もそのメイク変えてみたね。その髪型変えてみた。うん。で、いろいろそのこんなことやってる。で、その完成してない状態の、ちょっとそのまだ未完成な状態をアップするよりは、8割結構上手にできるようになったなっていう風になってから、投稿してください。じゃないとちょっと痛い子って思われちゃうんで、うん、その辺が結果ですよね、やっぱりね。うん。で、新しい服を買ってみただけで、それを家の中でね、姿鏡に映して撮ってるだけだとちょっと弱いんですよ、やっぱ。うん。新しい服を買って着こなせるようになりました。服に着られてるんじゃなくて、ちゃんと服を着こなしてる感じになりました。こなれてきました。身についてきました。板についてきました。飲み会に行きました。男たちもちょくちょくいる。まあ合コンでもいいですし、オフ会でもいいですけど、何か友達連中との居酒屋でもいいですけど、飲み会に行きました。女の子と友達もいて、男の子の友達もいて、あなたが今までとはちょっと違う服装、ちょっとセクシーめな服装、セクシーめな髪型、セクシーめなメイクで、イエーイってやってるのを見たらウキウキしちゃうよね。こっちはウキウキしちゃうよ。今でも見ますもんね、僕ね。LINE とかで繋がってるやついるじゃないですか。昔の女ですよ。うん。で、そうなんだ、とかって思っちゃうことってあるじゃないですか。誰でもあるんです。それ男はね、みんなあるの。男はフォルダで分けられてますから。あるんですよ。うん。なので、その辺はですね、ある程度、その、まあ、結果にフォーカス、結果にコミットした感じの8割ぐらい結果出てるっていうようなイメージで、質が高い投稿をしてください。うん。それが重要ですね。で、LINE のアイコンとかですね、SNS のプロフィール画像とかは、まあ、自分の写真にしてください。猫とかダメっす。うん。猫とかダメ。アニメは絶対ダメ。うん。自分。基本自分っす。これはね、言い訳ある人もいると思うんですけど、なんつうんだろう。分かってる人は分かってるというか、楽しい人たち、前向きな人たち、恋愛に悩んでない人たちとか、そういう人たちで、猫とか、やってる人いないっすよ。うん。やらない、何回言ってもやらない人も、ちょこっとやっぱりいましたね。うん。で、まあ、相当しばらく経ってから写真変えたりとか、してですね、って今ですかっていう感じの人、うん、相当って1年とかですよ、うん、だからそのすぐこう一生懸命頑張ればですね、3ヶ月もかかんないですね。命がけで頑張ればですね、やっぱり、うん、2、3ヶ月ぐらい目から変わってくるもんじゃないですか。もう目つき顔つきって、うん。だからその1年後とかに変えて、変えましたって言われたりしたんですけど、もちろん復縁できてないからずっとご相談受けてるんですよ。大丈夫かなこの人って。僕もやっぱりそのまあなんだ、相手傷つけたくないんで、そのなるべく分かってもらおうと思って優しく言うんですけどね。でもそのなかなかアドバイスを聞いていただけなくてですね、で1年後ぐらいにですね、顔写真変えましたけどとかって言われて、どう、この人何言ってるんだろうっていう感じで、うん、っていう人が 5% ぐらいいます。
何百人っていうご依頼者さん、お客さんですよ。僕にお金払っていただいてるお客さんいますけど、いましたけど、5% ぐらいですね。だからじゃあ500人だとして、僕もその相談の件数って、そのお客さん的には何百人で、相談無料相談とかも含めると何千人になりますからね。だから500人のお客さんの中だと、その5%って何パーセントぐらいですか？25人ぐらいですよね。ああ、500人の中で今まで25人、ああ、それぐらいですね。やっぱりそれぐらいだわ。95% ぐらいで、あ、違う、95% の方はちゃんとその頑張って、例えば3ヶ月後ぐらいにはですね、まあ、2、3ヶ月後にはその、それなりになんか雰囲気変わった感じになってて、わあ、素敵ですね、とかって、僕も思うレベルの男でも女でもですよ、顔写真とか送ってきてもらってですね、これはもうぜひ、もうその、今すぐ SNS とか Twitter とか、あとは LINE のね、顔写真にしちゃいましょうよっていう方が 95%。はい。だからあなたもその 95% に入ると思うんで心配しないでください。はい。っていう感じでもアピールしていきましょうねっていう感じですね。うん。で、その横。対人コミュニケーションのテクニック。交流技術っていうのは無理やり日本語にしましたけど。対人コミュニケーションですよ。いろんなテクニックありました。で、これを僕はその動画で散々説明してきました。うん。でもね、空回りする人が多いんですよ、本当に。自分の中身ちゃんと磨いてないんで、ダメなんですよね。そのテクニックの効果が出てないんですよ。で、これはね、次のページかな。次のページというか、次の画像。はい、ドン。テクニック変調病に注意。要は偏ってるってことですね。うん。テクニックだけ追っかけちゃって、自分の心が、追いついていかないんですよ。で、これは僕が本当によく言うことなんですけど、お百姓さんに、農民ですね。お百姓さんに、日本刀を持たせます。はい。お百姓さんに、日本刀、ものすごい切れ味のいい、ね、妖刀村雨みたいな、やばいレベルの日本刀、場合によっちゃちょっと一振りすれば、稲妻が走るぐらいな、それぐらいの日本刀をお百姓さんに持たせます。はい。それに対してですね、本当にその内面的にも肉体的にも強い、お侍さん。お侍さんにですね、木の棒を持たせます。うん。もう本当に百戦錬磨。自分の心を鍛え、自分の体を鍛え、たくさんのチャレンジ。まあ、お侍さんですからね、それは戦になりますかね。たくさんのチャレンジをした。そして、自信を持って、まあ今、なんだろう、その刀を持ったお百姓さんの目の前にいる木の棒、まあ竹の棒でいいですね。竹の棒、竹の槍を持った、お侍さんがいます。うん。この二人戦わせたらどっち勝つと思います？たとえそのお百姓さんが持ってる刀、一振りすれば稲妻が走る。それぐらいの刀であっても間違いなく、竹の槍を持った侍が勝ちますよ。これそういうことなんですね。うん。いくらテクニック磨いても、いくらテクニックをその追求しても、本当にその内面とか外見とか、まあ外見っていうのも、その、まあ内面の一種っていう話はしましたよね。内面がダメだったら外見かっこよくならないんで、美しくならないですからね。ダメなんですよね。テクニック磨いても全然ダメなのはそれ。その例えがまさに当てはまります。なので心に余裕がないから、いざ元彼と話した時にてんやわんやになってあたふたして、焦っちゃったりとかしてですね。で、焦って余計なことは言うわ。あからさまにテクニック感が出る。ずっとミラーリングしてるとかね。久しぶりにご飯でも食べることになりましたって。じゃあ喫茶店とか行きますか？ね。もしくはそのちょっとしたレストランに行きますか？あからさまにテクニック出して。で、その彼女が飲み物に手の伸ばしたら自分も飲み物に手伸ばす。彼女が何かそのお魚に手伸ばしたら自分もお魚に手伸ばす。彼女がその物を置いたら、要はお箸とかスプーン、フォーク、ナイフ、フォーク置いたら自分も置く。スマホを取り出したら自分もスマホを取るみたいなやつ本当にいますからね。何やってんだっていう。それはテクニックに振り回されてるじゃないですか。
要はさっきのお百姓さんの話に、例えると日本刀って意外に重いらしいですね。僕は振ったことないんで分かんないですけど、その重みに振り回されてあっちゃいってこっちやってこっちゃいって、そのとっちらかってるお百姓さんですよ。刀に振り回されてるんですよね、うん、心の強さ体の強さがないからですよ。これですね、テクニックに振り回されて、全然そのダメで、テクニック感が出ちゃって、あなた一生懸命なんかこう私に動き合わせようとしてるけど何なの、嫌味なのとかって言われちゃってですね、いや そういうわけじゃないんだけどって言って、いやこれってテクニックでねって言っちゃったりとか、場合によっては言うなよってことですけど、もう点でダメになるんですよね。テクニック重視で心中身が浅いため、言ってることとやってることが違うっていうことになっちゃったりとか、もう全然ダメなんですよ。こういう人にならないでください。なので内面磨き重要なんですね。はい、次のまあスライドですけど、難しいこと、誰もやっていないことをやろう、うん、復縁カウンセラーさんはたくさんいますね。みんなやってることです。自分のその自分磨きというか、自分磨きに特化した復縁カウンセラーさんってまあちょくちょくいると思いますけど、なんかその変な復縁カウンセラーさんはやっぱり復縁カウンセラーって名乗ってるけど、テクニックの問題しか言わない人いますよね。それ復縁カウンセラーじゃないですからね。復縁カウンセラーで本物って何の話するかっていうと、親の話しますよ。うん、これね、この間ね、ちょっと全然違うところなんですけど、親関係ないっすか、関係なくないっすかって言ってきた人いましたね。いや、あのねっていう。僕、すごく深いアドバイスしたんですよ。で、その中で親がこうでああでねっていうアドバイスして。で、結構ちゃんとアドバイスしたんですけど、うん。親関係なくないっすかの一言で、多分切れてるんでしょうね。返してきた方がいてですね。ああっていう。その性格多分親から受け継いでるわっていう感じじゃないですか。これ皆さん聞いてても思いません？あ、その性格多分その家そうだったんだなっていうのは分かることなんですよ。カウンセラーだったらですね。なので、親の話してない。親の話、家庭環境の話に関して詳しくない。例えばその、なんだろうね。僕も仲良しのその復縁カウンセラーさんいますけど、うん、親の話してますよ、やっぱ。うん。だってそれが重要だもん。でもね、復縁カウンセラーさんの一部、全然その、なんか、違う人いるんすよ。違う人いるの。親とか過去とかの話に一切入ってかない人いるんですよ。それはカウンセラーとは名ばかりですから、気をつけてください。全部家庭環境です、問題の根本は。そこを見つめることによって今にこう今の結果が変わるというか現状が変わります。うん、なんだろうね、水ですね、水面ですよ、うん、そのこれね、ライオンキングの話であるんですけど、水に映るその姿がお前の親父だ、お前のあのおじいちゃんだっていう歌があるんですよ、ライオンキングの中で、うん、で、ライオンのね、子供がね、ある程度青年になって、で奪われた国を取り返しに行くわけですよ、ライオンキングね。あの悪いね、あの虎じゃねえや、ライオンに、支配された、あのかつての王国を親父が治めた、あの素晴らしいね、あのサバンナを、その国を取り戻しに行こうとするんですけど、いろいろやっぱりそのまあ弱さとかもありね、そのライオンの子供ですよ、あのなかなかこう心が決まらない、その時に水をその池に映る自分の姿を見てる時の歌で、はあ、その水面に映ってる顔は誰の顔だっていう、お前の親父の顔で、お前のおじいちゃんの顔だ、そしておじいちゃんもお前のお父さんももう殺されちゃってるんですけどね、その悪いやつに、その水の中からお前を見てる、そのお前の顔、それはお前のお父さん おじいちゃんの顔だろう、うん、そのそれを忘れんなって、あの誇り高きお父さん、あの素晴らしい王だったお父さんのそのまんまの顔、それがお前だろっていう、今見てわかんないかみたいな歌なんですよ、簡単に言うと。
いや感動したね感動した。でまあ話戻しますけど、もうそのまんま自分の性格は親の性格、自分の性格は家庭の性格、自分の性格はその家柄の性格なんです、うん、それをね分かっていただきたいなっていう、うん、で父権カウンセラーさんはたくさんいますし、本物の父権カウンセラーさんっていうのはそういうこと分かる人で、親の問題っていうことを言える人が本物ですけど、うん、その辺注意してください。これみんなやってることで、復縁マニュアルや復縁本だけであなたの心が脱皮するのかったらそうでもないですよね。もちろん本読むこととかで、僕の復縁マニュアルコースとかも重要ですけど、復縁マニュアルコースはまあやっぱりその大学生の方とか、どうしてもその相手がね SNS やってませんって方は復縁マニュアルコースにお申し込みしていただいてるんですけど、重要なのは復縁マニュアル読むことじゃなく、僕に相談できる権利がついてるってことです。復縁成功できるまで期間も回数も無制限でずっと相談できるから21,800円っていうことだと思ってください。あれ復縁マニュアルの代金じゃないですからね。あれは僕に相談できる代金です。復縁できるまでずっとです。考えてみれば弁護士に30分相談するだけで3,000円ね、高い弁護士さんだと30分5,000円ですよ、うん、で心の問題に関しては僕はそれぐらい、プロだと思ってます。少なくとも心の問題に関してはね、それぐらいの価値はあると思ってる。ね。ね。それの何回でも相談して21,800円っていう価値なんですよ、あれは。うん、だからそれに復縁マニュアルがついてきてるぐらいなイメージで思っといてください。はい。で、話戻しますけどね。復縁マニュアルや本だけであなたの心が脱皮するかって言ったら、読んだだけじゃダメですよ。読んで行動して、行動する中で挫折する。その時に僕がいないと、僕があなたを元気づけないと、また立ち上がれないでしょう。うん。っていうところだし。で、その下。リアル復縁工作屋さんには、これね、復縁工作、同じ復縁工作屋さんとして、リアル復縁工作の、有効性ってもちろん一定数、これは認めるところです。うん。あなたがお金めっちゃ持ってるんだったらやった方がいいです。例えばあなたが年収ね、1億円あります。うん。で、復縁工作だったら、まあ、100万前後だと思うんで、100万から200万だと思うんでっていうのをポロッと言っちゃえるのが、この復縁工作、リアル復縁工作屋さんのその金額の高さって、思い知っていただきたいんですけど、めっちゃ高いですからね。一般の感覚で言うとめっちゃ高いんで。でももしあなたが年収1億円だったら、100万とか200万だったら別に払えるじゃないですか。で、それってあなたのその金銭事情、お財布事情にとってみれば、100万、200万っていうのは大した金額じゃないと思うんで、1億円例えばあればですよ。うん。なので、そのお金払っても心すさまないんですよ。うん、だからある程度資金的に余裕があって、まあこれぐらいの値段だったら、まあちょっとなんか高い買い物したとか、高い家具買ったなっていうぐらいのね、大塚家具でリビングにあるもの一式揃えたなっていうぐらいな感じで思える人だったら、リアルの復元工作を頼むの全然 OK です。心がすさまないから。でもギリギリの感じでね、お願いしちゃうのは心すさみますから、それはやめといてください。はい。で戻しますけど、話を、リアル復縁工作屋さんにはカウンセリングの技術がないんです。やっぱり復縁工作だけやってで終了っていう業者さんがほとんどです。リアルの方は、うん、なので、内面磨きがですね、孤独な戦いになって場合によってはほっとかれますから、うん、これはまあちょっと辛いですよ。だから僕が動画でちょくちょく言ってますけど、その裁判になることあるじゃないですか。復縁工作屋とお客さんが裁判、別れさせ工作屋さんとお客さんが裁判っていう、これね大体のケースにおいてお客さんがダメなんですよ。復縁工作屋さんとかリアルのね、復縁工作屋とか別れさせ工作屋のこれは肩を持ちますけど、正直お客さんがダメなんです。だってだいぶ前にあったケースとか、別れさせ工作完全に成功して完全に別れさせてるんですよ。それで裁判やってくるってどういうことですか。要は別れさせ成功したのに復縁できなかったから金返せって言ってくるお客がいるんですよ。うん。これはね、本当に僕もお客さんに対して、その裁判やった人に対して本当に腹立たしいですし、で復縁工作屋さんとか別れさせ工作屋に返しても、だからあなたたちもカウンセリングやれってちゃんとって思いますね。うん、でも実際の問題、復縁工作や別れさせ工作やって現場の仕事忙しいんで、で、ものすごい依頼があるっていう業界でもないんで、そこに人員割けないんですよね。う
実地の復元工作って正直本当に人使うんで、1人2人3人とか普通に使いますから忙しいんですよ、やっぱり忙しくてお客さんの心の相談とか構ってらんない部分があるんですよね。だからあなたが本当に心が強い人で、自分一人で内面磨き完璧にできるっていうぐらいな人だったらいいですけど、なんだろう、復元工作屋さん、リアルの復元工作屋さんにお願いするんであれば、僕に、復元マニュアルコースを僕にお願いし、お申し込みしていただいて、そうすると期間回数無制限の相談がついてくるじゃないですか。それありかもしれないですね。どうしても相手がネットやってない、SNS やってない。で、復元工作できない。で、相手とも連絡取れない。そうすると自分磨き やるだけじゃつまんない。つまんないじゃなくて結果が出ない。でも、あなたに金銭的な余裕がある。あなたが50歳とか60歳とかで、金銭的な余裕がある。それだったら、復元工作屋さん、リアルの復元工作屋聞いていただければ、その辺の業者は大丈夫とかですね、この辺の業者はダメとかって僕分かりますんで、聞いていただければ、その業者さんの特性って全部お伝えしますから、高いけど安牌っていうところとか、聞いていただければ言うんで、そこに今お願いしていただいて、ただ多分カウンセリングってことに関してはリアルの復元工作屋さんって正直能力低いんで、そこは僕がやるっていう感じのセカンドオピニオンとして僕を雇っていただければいいんじゃないですかね。雇うっていうのは良くないですね。お申し込みしていただければ。雇うって感覚だと僕と楽しく話できないです。僕はあなたに雇われてるわけじゃないですからね。雇われてる感じで雇ってくる人いるんですよ。これもね、95% の人はそうじゃないですけど、5% の中に時々いますね。なんか、僕を雇ってくる人いるんですね。だからお客なんですけどっていう感じの人。これはお年を召した方に多くて、僕は雇われてるわけじゃないんで、気をつけてください、そこは。仲良く一緒にやっていきましょうねっていう、だけですから。雇われてる気は僕はさらさらないです。なので、お申し込みをしていただきたいですね。で、話戻しますけど、復元コンシェルジュはカウンセリングと復元工作のいいとこ取りです。いいとこ取りですけど、その弊害といえば何かなって考えると、やっぱりリアルの復元工作よりは、復元工作のその成功率が、大きな動きがないんで、やってる感が感じられないっていうのはもしかしたらあるかもしれないですね。こっちとしてはもちろんその作業をずっとやっててですね。で、相手の心も動いてるんですけど、動いてる感じが出ないんで、お客さんとしては心弱いお客さんは不安になっちゃうっていう感じ。それはありますね。でもそのリアルの復元工作屋さんだと完全に動いてますとか、ちゃんとした工作屋さんだとその現場の写真、彼女のその職場張り込んでるとかですね。もうそういうのもねって思いますけどね。僕も昔はやってましたけど、いやーちょっとストーカーまがいだから嫌だなって思いますけどね。でも彼女の職場張り込んでてって、でそこから職場から出てきた彼女の動き見て、大体その帰るルート把握、1日目終了、で2日目、いいところで何か物を落とすなり、何か肩ぶつかるなり、何かナンパするなり何かして、接触、でその後LINE でメールとかでお礼とかしたり連絡とかしたりしてちょっと仲良くなる、で、次しばらく置いてから3日目、ご飯、一緒にご飯行けるようになりましたよって、業者から連絡があってね。で、一緒にそのご飯セッティングしてご飯食べる、工作員がですよ。で、そういう状況ってちゃんとした会社だったらやるんで、で、その写真とかも送ってくれるんで、やってる感あるんですよね。でもそれと比べるとですね、ネット復元工作は実際にやってるし、相手の心にも影響を与えてるんですけど、明確に、動いてる感がないです。だから僕のその報告書とかが、もちろん僕も報告書ありますからね。こんな感じで、こういう投稿して、で、こういう感じで相手にアクション仕掛けて、こうして、ああして、こうして、ああして、全部最後まとめて報告書にまとめてお送りしますよ。だからやってるんですけど、その最中にやってる感じっていうのは感じられないっていう。そこがあえて言うならデメリットなのかなっていうところですね。
なのでその不安になっちゃって、また少し前の話に戻りますけど、 5% ぐらいの人は腹炎工作の状況どうでしょうか、腹炎工作の状況どうでしょうか、腹炎工作の状況どうでしょうかってずっと聞いてくる人がいるんですね。それは多分不安だからっていうのはあると思うんですけど、それも分かってるんですけど、そこの不安乗り越えようぜってところありません？あるっていうか、乗り越えなきゃダメですよ。なので僕はちゃんとやってるんで、もうその動画で動画ずっと上げ始めて7年とか8年とかなってるじゃないですか。僕のね、その動画一覧っていうところを、その僕の YouTube のチャンネルのね、動画一覧っていうところをクリックしてですね、古い順って並べ直すことできると思うんで、パソコンから見ればですね、あの昔の動画見てくださいよ。恥ずかしい。その時代から赤番もされずずっといるでしょ。ちゃんとやってるからですよ。だから心配しないでください、その辺は。作業をちゃんとやってるんで、自分磨きをしてくれ。ね、自分磨きの相談をしてくれ。僕はそこの相談を受けたい。それが重要だと分かってるから。で、それとは別個に工作の作業をやってるからっていうのはあるんですけど、やっぱりね、そのね、やってる感じってのが、リアル復縁工作屋さんよりはちょっとそのお客さんに伝わりづらいところがあるんで、そこがデメリットかな。それでお客さんが不安になっちゃうっていうのが唯一のデメリットかなと思いますね。でもまあ、僕の昔からのあの動画見てみて、ずっといるじゃん。赤番されたらどうしようね。過去の動画全部保存してるんで、別の IP から動画アップしてですね。大量に動画また投稿する形になると思いますけど。まあ、アカウントバンされてもですね、復縁コンシェルジュとかなんかで調べればですね、必ず僕は復活してると思うんで、その辺は心配しないでください。はい。僕はこういうその人の悩み、魂をその助けて前向きに生きていって、で、みんなを元気にしたいっていうのは僕のその一生涯の仕事なんで、これをやめることはないです。はい。っていう感じで、その次のスライドですね。はい。復縁コンシェルジュの長所と短所。もう一つ短所あった。読んでください。もう一つ短所あったね。アドバイスがちゃんとしているけど、少し厳しい時もありますっていう。これは何度も優しく言いますよ。何度も優しく言いますけど、何度優しく言っても、オブラートに最初、じゃあ12枚で包んでですね、例えですよ、12枚っていうのは。1枚ずつ剥がして、ちょっとだけわかりやすく。ちょっとだけわかりやすく、まだわかってくれないな、こういうことなんだけどな、自分磨きの相談してくださいねっていうのを、ちょっとずつわかりやすく言ってって、もう何回言っても全然言うこと聞いてくれないというか、わかってくれない、なぜだと。例えば、この間ちょっとあったのが、写真ね、自分磨きとして自分の写真撮ってみましょうって。あなたは今まで自分の写真撮ったことない人ですよね。なので写真の撮り方も下手ですよねって。その感じは簡単に言うと自分の心のそのおっかなびっくりな性格とか、このままでいいだろうという妥協する魂とか、そういうものが出ているから顔写真そうなんですよ。顔写真あんまり撮ったことないんですよと。なので顔写真のアドバイス、撮り方のアドバイスとかしますからやってみてくださいね。ずっと抵抗してくる人いますね。それに対してはちょっと厳しめに、いろいろアドバイスしてですね、ちゃんとやりましょうって言いました。真面目にやりましょうって。で、いろいろちょっとその言い訳とかをなさってですね、話がなんか全然違う方向に行っちゃったんで、で、それで、ちょ待ってくださいと。話の最初って何でしたっけって、あなたが今までの人生とか生き方を変えて、他のね、楽しい人たちがやってるのと同じように、自分の写真を撮って、で、自撮りの変な感じの撮り方じゃなく、自分の写真を撮ってですね、で、それを、例えば、これ例えですけど、LINE の画像に、アイコンにできるかっていう問題じゃなかったでしたっけっていう。ちょっと厳しく言いますけど、真面目にやりましょう。今、全然違う話になってませんかって。で、なんかそこでその僕のことをああだこうだ言われておっしゃっておりますけれども、写真だけ撮ればよかった話じゃないですかね、これって、って。で、いつになったら写真を撮られるんですかって、真面目にやりましょうよって話をしてから連絡が来ないっていう方はいますね。で、今ね、頑張って写真を撮ってくれてるのかな。もしかしたら僕は心待ちにしておりますけども、そういう方がいますね。
取らないんでしょうな、おそらく取らないんでしょうけど、でもそんな人は全体の 5% です。あなたがその 5% に入るなんて僕は考えてない、ね、うん、だからその何回も優しく言うんで、安心してください。でも全然伝わらない時にあえてね、あなたのためにお金お支払いしていただいてますからね、僕責任感あるんで、そこは厳しく言うとき、本当に伝わらないときは厳しく言うときもありますけど、そこはあなたに本当に復縁してほしいからなんですよ。責任感ある男なんでご安心ください。はい、そこがあのね、デメリット、あの復縁コンシェルジュって本当我ながら全部のところいいとこ取りした本当にいいサービスだなって思いますけど、デメリットは2つ、うん、ネット復縁工作っていうのはリアルの復縁工作と違って、やってる感っていうのが、実際に作業やってるんですけどやってる感っていうのがなかなかお客さんに伝わりにくいんで、お客さん自身が不安になっちゃう、うん、でも実地のねリアルの復縁工作はまあまあ、やってる感はある、うん、ダメなところはダメですよ。ダメなところはその現場に入ってもないんで詐欺なんで、うん、ダメなんですけど、ちゃんとしたところはちゃんと、昔から古参のところはありますからね、高いですけどそういうところはちゃんとやってくれるわ、うん、そこがまず一つの僕のまあ短所欠点と、もう一つがその何回言ってもどうしても伝わらない時にはちょっと厳しめなことも言います。あの、うん、いつもニコニコの優しい優しいそのカウンセラーさんではない、うん、責任感あるんで本当にあなたに幸せになってほしいから、例えばですね、これは最後の例え話、笑い話ですけど、僕がね、長女生まれた時にね、僕の奥さんね、性格的にね、なんか、おめえ育児放棄しちゃうんじゃねえのっていうぐらいね、なんかこう、うつ、産後うつじゃないですけど、なんか軽くメンタル参っててですね。で、それね、サラリーマン家庭で、その旦那さんが全然やってくれないっていう状態で、産後うつ入っちゃうならいいですよ。でも基本僕ずっといるレベルで、で僕がずっとその子供の面倒っていうか長女の面倒を見てるのに、お前何勝手に一人で鬱に入ってんのよと思ってですねで最初は優しく言うじゃないですか、でもとか言って、あの状況変わらないし、例えばその授乳とかも諦めちゃうんですね、うん、でそれ何度も言った、うん、何度も言って家族で言った、僕の母親とかも優しく言ってくれた、あのねっておっぱいが全然出なくてですね、全然出なくて諦めちゃうんで、いや、かじらせときゃ出るようになるのって僕の母親がですね、まあ僕の奥さんとかにちょっとアドバイスとかしてくれてですね、僕もそういうもんだんだなと思いながらネットで調べると、まあ大体そういうこと書いてあるんで本当だと思って、諦めんなって頑張れって諦めんなって言っても諦めるから、まあ切れましたよね。てめえ諦めんじゃねえって何回言ってんだと。お前世の中のママたちなんてものすごい、もうお前なんかより100倍大変なんだぞと。それでも死に物狂いでみんな頑張ってやってんのに、お前、ほぼほぼその、呼びや旦那来るみたいな状態で、お前甘えてんじゃねえぞって言って、おっぱい飲ませろって言いましたね。で、それは何度も優しく言って、なおかつ、自分の奥さんだったんでそれぐらい厳しく言いましたけど、うん、そしたら奥さん治ったよ、うん、今では別人のような素晴らしい母親になってくれましてですね、逆に僕が怒られる始末っていう状態ですよ今は、うん、でも過去はそういう人間では僕の奥さんはなかった、うん、下手したらもう育児放棄のジャンルに入るんじゃねえかっていうぐらいな感じで、まあうつ病になっちゃってた感じの、奥さんで、今はめっちゃ元気ですね。でその逆に僕が仕事で忙しかったりとかして、メンタル参っちゃうっていうレベルで、で僕の奥さんはそのあんた何やってんのと、もうそのもう子供に怒るぐらいになったら全部こっちに貸しなさいと、まあ2人目の子供できてるんで、実際今2人目の子供とかを片手に抱きながらですね、3歳の娘をですね、お風呂に入れながらですね、でなんかもう肝っ玉母ちゃんみたいになっててめっちゃ元気ですね。うん、そういう人間じゃなかったんだけどね、うん、子供無理っていうタイプの人だったんですけど、元気に子供と楽しくやっておりますわ、うん、そうやって人間変わるんですよ。僕がその全然ダメだった時代から変わったように人間変わるんです。でも何度もその例えば優しく言って変わる人がほとんどですけどね、何回も言えばわかる。
でも中には全然変わらない人っていうのが 5% ぐらいいるんで、そういうことがあれば僕もその奥さんほどではないですけど、僕が奥さんに言ったほどではないですけど、何々さんねって、あなたが山田さんだったら、山田さんね、ちょっとこれから厳しく言いますねって大体僕、枕言葉で一つ入れる。前置きで、これから厳しく言いますねと、その何々さんのために厳しく言いますねとか、何々さんが分かってもらえるように今めっちゃ汚い言葉で表現しますねとか、言った上でメールとかでですね、ねってこうしてああでこうですよと、であなたのその状況それこうでああでこうですよと、そんな状態でいいんですかって、それ例えば世の中で言うとこうでああでこういうやつらいますけど、あなたその状況と一緒ですよって、それ情けないと思わないんですか、あなたのその今までの自分にそれ顔向けできますかと、素敵に私生きてるって言えるんですか、言えないですよねって、ちゃんと考えてくださいって言うぐらいのレベルですよ、厳しいって言ったってそれぐらいですけど、言うことはありますね、はい、っていう感じの、これが今復縁コンシェルジュの復縁に対する基本的な政策、あれですよ、なんだっけ、マニフェストってほど細かくないですけど、基本政策を対抗というかね、あれですので、ご理解していただけたと思います。これ以外の方法はない、これ以外の方法はないです、これで全部です。なのでこのスタンスで、あとはそれを深くやっていくってだけ。今これはこれで説明したのはですね、あれですよ、大まかな流れ、どういう方向性なのかっていう、であとは自分磨きに関して深いところ、今まで動画で話してきたし、ネット復縁工作でもこんなことありますよ、今まで動画でいろいろ話してきました。で外見磨きもこうで、その復縁調査はそんなに重要じゃないですけど、あとテクニックとかそういうことも話してきました。あとは深めていくだけ。でも基本やるべきことはこの6つしかない。以上です。コンシェルジュでした。ではまた。